はいどうも、パティボスの植物万歳でございます。まあというわけで、この植物動画に関しては結構迷走しておりますが、まあ第3回目やっていきたいと思います。まあ全く違う話もいいんですけども、今回はまあこれね、1ヶ月ぐらい経ってたアデニウムの種1個ね、発芽してたんやけど大失敗です。焼かれました太陽に。難しいね。まあというわけで、私この最近ねアデニウムにめちゃくちゃハマっております。でこのアデニウムっていうのは開墾植物で、ホームセンターコンビニとかでめっちゃ安いです。安かったら500円ぐらいっていうかな、このサイズ飲んでもね1500円ぐらいで買いました。オベスムってやつですね。結構ねずんぐりさせたいのにまっすぐ伸びてきちゃって、縦長になってきてるんですけども、まあ右のやつ見てもらっていいのに、ちょっとずんぐりさせた方がかっこいいです。おまけこれ両方ともちょっと痩せ気味というわけで、まあ根元に幹にね栄養とか水分蓄えさせていくために、こういう先っちょの太い枝とかを取っていくんですよ。まあこういうことしたらね、幹に、水がたまるというか、保水してくれたりするみたいなんでね、まあ思い切ってね切っていっちゃうという、なんかねこういうことすると大丈夫って思うでしょ。俺も思ってた。もうこの辺で思った、この一本残すみたいな、いやまあでも取るかみたいなってね、こんななっちゃったよ。こんななっちゃった。でこれジャガイモの切り口保護剤ってやつなんですけども、まあこれも後ろにね結構サボテンとか開墾置いてあるんですけども、ああいうのを株分けするときに胴切りとかするんですけども、まあ、その切った切り口にこのジャガイモのやつがえらしいんで、それをちょっとね、パラパラーっとね振りかけております。なんかハケで塗ったりとか丁寧にされていらっしゃる方もいらっしゃるようですけども、私はそんなしません。もうバッパーの指で詰めてシャッシャーですよ。まあ普通に乾燥させておいてもいいんですけどね、まあとにかく水を与えずに、ね、乾燥させましょうかね、傷はね。まあ1週間の間もこんな感じです。表面もカッピカピになってますね。いやー哀れな状態になりましたね。緑ゼロになったなこれな、ほんと。でまあ、これはアブラカスやったかな、アブラカスとかもちょっと一応私は発酵のやつを入れております。で挿し木にして1週間ほど干して乾いたやつはこのように何だっけ、鹿沼土に、ぶっ刺して毎日水やってますね、これはね。基本的には週に1回ぐらいでいいんですよ、アデニウムって水強いんでね。でもまあこいつら根っこで出ないんでね、まあ毎日水やってます。はい、まあこんな感じでねやってます。でですね、これはまあまあその一緒の時期なんですけども、まあ、この私のところの観葉植物たち、大体ガジュマル、花木、まあ、そんな感じ、を言うんですけども、見てガジュマルの今年 の育成してた挿し木の横からアデニウムが発芽してた。ええー、思ったんですよ。これ、いや、種をね、違うとこに入れ替えようと、土変えようと思ったな。土変えよう思って、ここにソイル捨てたんですよ、一回。ほんなら一個だけ行方不明になったんですよ、種が。でも見つからんしさ、ほっといたね。発芽してたわ。びっくり。本当にびっくりこぎまるだよ、お前。手かけてんのになんでなんねんだよ、それ本当によ。こういうなんか雑ながいいんやろな、もしかしたらな、植物なんて。まあ、そういうわけで、発芽したんで調子に乗ってね、発芽したんで調子に乗りまして、アマゾンで、アデニウム、アラキカム、タイソコトラナムというやつね。タイソコトラナムで、これ多分一番でかなるやつかな。なんかそんな感じじゃなかったな、タイソコトラナム。なんか見て発芽率すげえんで、80% 全部したとかね。説明書つけてほしい。説明書ついてましたね。発芽いいみたいな。これはね、俺でもできんっしょ。前回のハズレやったんかなと思ってね。まあ、というわけで、これは発芽の、何だっけ、発芽促進剤を入れて、半日ごろつけて、書いてあんねこれ。なんかもう、そういうちゃんとしたこういう容器でやるのも、やった方がいいよ、みたいな感じで。土はね、ちょっと水草用のソイルが残ってるんで、もうこれでやります。まあ、別に水草用なんでいくでしょ、干し水用で。
うん、でまあ言うたらさっきも言いましたけども、なんかその育成法の、あの 紙切れみたいなのが入ってたんで、まあ、それに、順次、それを参考にしてこうやってね、やってます、まあ、詳しくは下に字書いてあるんでそれ読んでもらうと分かるんですけど、詳しくというか、まあ、それにね、そんな感じでこんな感じでやってます。まあ、1個多かったんですよ、10粒やけど、まあ、出なかった時のための予備みたいなもんかな、うん、ここ入ります。発芽方法が入ってないのでそれに沿ってやってますんで、こんな前さ、ちゃんとさケースでね、うん、やりゃそらねえ、あんた 100% だよ発芽率。日陰、半日陰で管理します。まあ、裏口 のエアコンの上置いてね、30度だと、ね、3日ほどで発芽するらしいんで、うん、こいつは楽しみだということでね、3日どころか3週間経ちました。サボりました撮影、はい。まあ、とにかくちょこれをね見て生き残り、やっぱ生存者って生命力あるよな、太い。これはね、ちなみにアデニウムオメガ1ドワーフラッシーって書いてますね。そういう名前のやつです。うん、で、まあ、ドワーフっていうのは基本的にデブります。背が低くて太いって感じだね。うん、で植え替えました。うちはこういう感じでザルとかこの排水 の網みたいなんでやってます。まあ、これが言うたら最強の撥水っていうか、ね、水はけが良さなんでね。うん、まあ、石水やってます。うん、まあ、でもこの最初のうちはまあ石やってもいいと思うけど、腰水にね。でこれ3週間経ったらね、おいみたいなちょっと割れてんのがあるけど、おいみたいな感じでしょ。なんで発芽してねえんだよ、まあ、この容器もこうたぞ、うん、種もこうた 80% って書いてあるやつ、ゼロだよ発芽率ゼロ。もうね、というわけでね、信頼と実績のあるこの植木鉢のところにも捨てていきます。見てブニュってなってんだよ、まあ、なんやこれ、さなぎかよ、なんか昆虫なったな、これ昆虫の卵とかな、実はあんなプチプチって、まあ、半分ぐらいね腐ってましたね。本当に腐ってやがるわ、本当に腐ってやがる。どこが 80% だよ、 80% ぐらい腐っとるわ、もうふざけんなって話ですけどね、本当に。まあ、でもまあ、生きてるのもあるかもしれんけど、まあ知らないからね。まあ本当期待はしてねえわ、お前らには。うん、無駄だわ。本当に、もう、ああって感じですね。このように、だからそこにソイルがね、転がってるのもそういうことです。前回捨てたから。そっから恥ずかしさね、今回もね、奇跡が起こるかもしれませんが、ちょっと様子見たいと思います。まあ、というわけでね、3週間経った、はい、剪定したアデニウム、歯がつきました。見てすげえだろ。しっかりした葉がついた、これ見て。ほんでこっちが新芽も出てますね。やだ素敵。1ヶ月も経たずにこれですよ、太ったでしょ、完全に元のやつ。これ見て、元と比べると右側のこれ元なんですよ。緑も増えて、毎日ここは水やってるんでね。でこいつが名前合わせるのはアラビカムか、ちょっと葉っぱちっちゃいんですよ。でこれもこれもアラビカムか、アラビカムにしては葉っぱでけえような気がするんやけどな。まあでもまあこれもまあでっかくなるやつかな。ワイルドアップ現地級なんで、ね、でこれがブラックドワーフ、ドワーフって、ね、これも多分アラビカムのブラックドワーフってやつかな。来た時結構黒かったんですけどね、なんか外出てたら意外にちょっと、明るくなりました色が。まあどうなの。でこれが訳あり品みたいなので買ったね、アデニウムのアラビカのブラックステム、まあブラックステムっていうぐらいなんで、クッキーらへんがそういうところが黒くなるやつね。まあこれは基本的に縦伸びしやすい品種なのかちょっと分かりませんけども、まあとにかくちょっとああいうのも育てつつね、まあ今育成中のアデニウムは私はこんな感じですね。ほんまにこれは高くもないし見栄えもいいんで、皆さんやってみてもいかがですか。まあホームセンターでも売ってるんで、昔はダイソーに売ってたらしいけども、最近全然見かけませんけども。で差し木にして3週間経ったやつも一応ね、この辺ちょっと映したやつがちょっと怪しいんですけど、ザルからこれ新芽ちょっと出だしてるんですよ。それとかね、ここのやつもちょっと緑見えてましたけど、もともとついた葉っぱも落ちましたけど、これどうねやろな、なんかもう枯れ枝みたいになってますけど、多分大丈夫かなと思って、そこにちょっと緑見えてますしな。でこっちのやつらはあんまし葉っぱ落とさずにいるんで、でも細いしね、どうなんかちょっと分かりませんけど、まあ、一応この辺はオリーブのこの木の差し木も含めて毎日水やってますんで、まああと1ヶ月ほどはちょっと経過観察としてもいいんじゃないかなと、根が出てくるのでね。まあいろいろと難しいですが、植物はそれが楽しいんですよね。はい、
まあ、というわけで今回は、まあ、あのアデニウムフューチャリングアデニウムでしたけども、まあ、なかなかやっぱね見た目もかっこいいあの植物で育てやすかったりもするんでね、あのパキポディウムとかの辺に比べたら、ね、安いんで皆さんもよかったらやってみたらいかがかなと思います。まあメルカリとかねそういうところでポリマサイズも結構売ってたりするので、はい、まあ、見てみたらいかがでしょうか。というわけでね、パテモソの植物バターでございました。よかったらまた次も見てください。またね。